はい、おはようございます。江野本孝ですえ。今日のテーマはえ、空気を読むなっていう話をしたいと思いますね。えっとね、ま、商売やってて、えー、っと、周りの目を気にしたりとか、えー、しているとなかなか繁盛点は作,らない、えー、作れないなっていうふうに思っています。まあ、もちろんね、お客様を調べて、リサーチするっていうことはすごく重要なことなので、まあ、自分のやりたいことをやればうまくいくっていうことでもないし、 お客様ののの求めててていいいるものを探すっていうのはすすっっううはごく重要なことだとだううに思ってますただやっぱりねあの日本人って周りの目を気にしたりとかって言ったりとかあとは出るくらい打たれるなんていうことわざもあるぐらいなのでやっぱりその辺を気にしてしまうところが多いと思うんですけどもやっぱり人の,目人の目を気にせずに え大胆に思い切った行動を取るっていうことがすごく重要なポイントだと思いますのでぜひ参考にしてもらえればというふうに思いますそれでは今日も一日張り切っていきましょうあなたはできる